ようございます。これより総務常任会を開きます。本日ミイラ委員は地産です。それでは本日の会議録署名委員に宮崎委員と新谷委員を指名します。本日の委員会ですが、5日に本会議場で議案説明がありましたが、それを受けて委員会から追加で説明を求めた事項、あるいは議案説明の際に触れなかった事項などについて当局から説明していただきます。日程ですが、本日はまず市民生活部から説明をいただき、説明員入れ替わりの後、続いて総合企画部財務部から説明をしていただきます。消防本部所管の議案説明はありません。なお質疑討論採決については12月17日水曜日に行います。はじめに議第102号廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について、これについては資料本日配布されております。説明を求めます。市民生活部長。市民生活部長、ありがとうございます。おはようございます。それでは担当の国推進課長の方から説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。クリーン推進課長。クリーン推進課長、おはようございます。おはようございます。それではですね、去る12月5日の本会議におきまして、副市長が説明しました通り、本条第11条および第19条第2項の別表で規定しております一般廃棄物処理手数料のうち、施設へ直接搬入するものに関わる手数料について算出方法を重量制に移行するために改正を行いたいと思うものでございまして、お手元にございます、この手数料の重量、定額重量制の移行についての説明についてということで、説明させていただきたいと思います。現在ですね、1番にありますが、現在の廃棄物処理手数料の徴収というのはですね、直接、クリーンセンターの方に持ち込む車の、最大積載量のに従ってですね、それによってその手数料金が設定されておりまして、今最大積載量 0.5 トンごとに3150円相当の廃棄物処理券を納入していただくというような形になっております。これは平成21年10月1日の、家庭系ごみの有料化に伴ったときにですね、合わせて、事業系のこの、主に事業系ですね、廃棄物処理手数料の変更を行って現在そのまま、継続されているところでございます。この車両積載量に応じたというのはですね、例えば 0.5 トンであれば、実際にそこに100キロだろうが499キロだろうが、これは一緒の値段であります。でそれをですね、今後はですね、そのゴミの搬入重量に応じた、処理手数料をいただくということで、この括弧2にありますその定額重量制移行のというふうになっております。で、この方法については当然その持ってきた搬入重量に応じたその処理手数料をいただくということが、本来の利用者負担の性質をより反映できるということから、実際柏崎はですね、これについてはちょっと遅れてました。他の自治体はすべてこのような形の、定額重量制を行っていることから、これに合わせた私どももその変更を行いたいというような形で、提案させていただきました。これについてはですね、収集許可業者が主に事業系のゴミを持ってくる業者からもですね、これについては要望がありまして、検討を重ねてきたところでございます。で、今回のですね、大規模修繕を行いまして、施設の、その計量器があるわけですが、これトラックスケールと言いますけれども、これについてはこれまでは計量だけのものでございましたが、今後はですね、新しいものになってからは、料金の、算出が可能になったということで、合わせてですね、この形の、ものに持っていきたいというふうに考えております。で、2番の方にですね、ここの、
処理料金の設定についてというような形で出させていただいておりますが、家庭系のごみ、ここ74円、10キログラム相当、単価74円というふうに今言っております。これはですね、今現在指定ごみ袋の台は50リットル、1枚70円しております。で、この、じゃあ50リットルの袋にどれだけの、その普通の家庭のごみが入れるかというようなのを私ども何度もいろんな体験実験を行いました。そうしますと、大体 9.5 キロぐらい、入ります。この下に書いてありますが国の見かけ比重というのが算出があるんですが、これが大体 0.1 リットルあたり 0.19 キロぐらい、まあ、1リットルの容量の中に 0.19 キロの重さのゴミが入るというのが、まあ、国の見かけ基準、基準というような形でもって、まあ、出ているんですが、まあ、これと大体、この私どもがやった 9.5 キロというのがですね、だから一緒になっております。そういったことから、これをですね、10キログラム単価をしますと、大体家庭系ゴミが74円というような形の、まあ、手数料になるかというふうに、まあ、考えております。で、今、そうしますと、事業系につきましてはですね、今先ほど説明しました、0.5 トンごとに、まあ、3150円というふうに、まあ、言いましたが、まあ、これについて、そのままの数字でもって表しますと、10キログラムあたり、10キログラム単価ですと、この下に書いてあります、3150円割る、まあ、500キロかける、まあ、10キロで、63円というようになっております。これは実際に500キロをちょうど積んできたときに、3150円であれば、これはまあ63円なんですが、なかなかその車に重量計をつけたような車というのはなかなかありません。大体皆さん、まあ、勘で持って運んでいます。で、クリーンセンターの方に持ってきたときにですね、まあ、どうしても、500キロとか言いますが、大体350キロとか400キロ、まあ、それ以下のものというふうな形になっております。ここに ② というのがありますが、実質負担額というのがあります。これがですね、クリーンセンターの方に搬入されたときに、直接搬入の量が、まあ、1万383トン。これに対します、廃棄物処理手数料、まあ、廃棄物処理券を今いただいているんですが、これが、8103万、トンで600円というような処理券をいただいております。そうしますと、これが10キログラムあたりですね、78.04 円というのが実質 の、 まあ、事業系のごみが、事業者さんが、まあ、支払っている、処理手数料でございます。で、この ③ というのがですね、これ25年度のですね、直接搬入、全体の搬入量の、家庭系も含めた、数字でございます。で、その隣の廃棄物処理コスト、これについては、収集運搬、それからですね、処理、施設の維持管理、それから最終処分場での、まで持っていったそのごみの処理コストでございまして、これをですね、10キログラム単位で行います、出しますと、10キログラム 172.5 円というような、数字が出ております。で、当然その、このいろいろのですね、この数字を出してですね、処理手数料の設定価格を出すわけですが、裏面をちょっと見ていただきまして、私どもの、案といたしまして、今回提案させていただいたのは、10キログラムあたり90円というような形で、考えております。で、先ほど申しましたように、その今現在のですね、事業ここ参考1234というふうに出ておりますが、実際に数字が出て上がった中で、今事業者が実質負担されてますのが、10キログラム78円。そしてですね、まあ、ここに算定対象コストというほど伝えましたが、これ前のその、10キログラム 172.5 円というのがありましたが、これの約 50% が86円ということになります。その他にですね、当然その県内の、市町村の、まあ、今のその、廃棄物のその処理手数料というのがどのぐらいかと調査しまして、
20市の平均がですね、10キログラム単位、85円というふうに出ております。そしてこのすぐ柏駅を取り巻くその長岡、小千谷、十日町、上越のですね、参考というのがですね、それぞれありまして約100円、まあ、97.5 円というふうになってますが約100円というのが柏駅の取り巻く近隣の数字でございます。当然先ほど申しましたようにそのもともとその家庭系ごみが74円、それから事業系ごみがですね実質まあ78円ということで、当然その事業系のごみにつきましてはですねこの事業者がですね廃棄処理法でも言ってますが事業系のごみについては事業者がですねこの処理に関してはおのずからその処理に対して責任を負わなきゃいけないという部分もございますので、当然その家庭系ごみよりもですね事業系の処理手数料が高くなければいけないというのが私どもの考えでありまして、まあ、これだけの、まあ、周りの、自治体の手数料の状況ですとか、今私どもが今かかっているその、コストのことを考えますと、やはり、90円という形が、まあ必要であるというふうな形でもって、まあ、出させていただきました。で合わせてですね、当然その今まで 0.5 トン単位で3150円というような形に今なっておりますけども、実質その皆様が今持ってこられる車でですね、これ現実性のあるものとしてはですね、大体軽トラがです、今軽トラックがですね運ばれるのは基本ですので、最低でもですから、まあ、当然その、実際にこの直接搬入で家庭系、例えば家庭系の方もやっぱりその一時的にその引っ越しが出るとか収集日に間に合わないとか、そういった理由で直接持ってこられる方もまあまあ稀にありますが、まあ、逆にそのこういったその重量性に変わることで、安価にですねそちらの方が指定ゴミ袋よりもその、現金払った方が安くなるのではないかというようなことにまあとらわれないように、まあここではですね、最低限加減値を設けまして、だいたいそのものが軽トラックで運ばれるんであろうということを想定しまして、最低の、加減として、350キロまでがですね、3150円というような加減値も合わせて設けさせていただきました。それで3番になりますけれども、廃棄物処理券の廃止ということでありますが、当然今事業系の方がですね、処理するにあたってはですね、この廃棄物処理券を購入されて、それに伴って、まあ廃止、まあ、廃止されるわけですけれども、これがまあ今後廃止になりますので、まあ、これに伴ってその事前にですね徐々に、まあ、早期に皆さんの方に周知させていただいて、この回収を行っていきたいと考えております。これは事前に、平成21年度に実施しました廃棄物券の消費の廃止対応に沿った事務手続きを、まあ、進めていきたいというふうに考えております。そのような形でですね、まあ、今後の経過とそれこれまでの経過とそれから予定というので4番に、まあ、書かせていただいてありますが、今回の、廃棄物処理手数料の、まあ、改正に伴いましては、10月21日、当課の、廃棄物減量等推進審議会へですね、この、改正の、ついて諮問をしていただきまして、ご理解を得ております。そして今回のですね、条例改正ということで議会の方に提案させていただきました。それで今後の予定なんですが、ここで、議決いただきましたら、新年早々にですね、まあ、これについてはその事業者へのそのまた説明とですね、それから、市民へのその周知をまた行いましてですね、対応していきたいと思っております。
みません、先ほど私1ページ目のですね、2の丸、カップ1の丸3、廃棄物処理コストの中にですね、収集運搬も費用も入っているとちょっと伝えましたが、これは入っておりませんので、すみません、訂正させていただきます。以上でまた説明を終わらせていただきたいと思います。次に、議第112号、公の施設の指定管理者の指定について、括弧コミュニティセンターについて説明を求めます。市民生活部長。同じく担当の市民活動支援課長に説明をしていただきますので、よろしくお願いいたします。市民活動支援課長。市民活動支援課長。おはようございます。おはようございます。公の施設の指定管理機関の違いについてご説明いたします。公の施設の指定管理については指定管理者制度導入運用ガイドラインにより導入や運用を行っております。この中で指定管理機関は原則として5年程度としています。ただし施設の設置目的や性格等を考慮し短いものでは3年程度長いものでは10年程度とすることができるとしております。そしてこの指定期間10年に設定する理由の一つとして地域住民とコミュニティ活動の基盤施設であり特定の団体に管理を委ねることから更新を頻繁に行う必要がない場合としております。この特定の団体に委ねるとは非公募の理由でもありますが地域住民等のコミュニティ活動の基盤となる施設は地域住民で組織する団体等が管理を行うことによりコミュニティ意識の醸成や地域活動の促進が期待できることからまさに地域住民で組織した団体等に指定管理者として指定するものであります。そこで議第112号公の施設の指定管理者の指定についてコミュニティセンターでありますけれども、行政改革室から配布された資料、平成27年度指定管理者導入更新施設をご覧ください。A4 の横の紙になっておりますけれども、1ページ中段、非公募による指定管理者更新施設の中鯖石コミュニティセンター。いや、ポスト入ってなかったよ。これ事前にポストに入ってた。に入れたやつ。はい。事前に。事前に。見たのか。これ。ポスト。ポスト。ポスト。少しお待ちください。ニュースも。はい。すみません。はい。どうも。やっぱりタブレットに落としてほしいな。じゃあ一度。はい。それでは資料を今皆さんとお手元にありしますので少し休憩をしたいと思います。5分間の休憩をしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。